どうも皆さんこんにちは、それではですね、前回終わったはずの5回問題をやって終わったはずの、国債は国の借金が問題、私が第6番目付け加えましたので第6回目をさせていただきたいと思います。第6回目何かと言いますと、まずちょっと今までやったことの復習も踏まえてちょっといきたいと思いますけれども、1番、国債は国民の資産だから国の借金ではないから、いくら国債を発行しても国債は破綻しない。2番、国債を払うとお金が消えるから払ってはいけない。3番、日本政府には徴税権があるからいくら国債を発行しても国債は破綻しない。4番、日本の国債を保有しているのは日本人だけだからいくら国債を発行しても国債は破綻しない。5番、日本政府には通貨発行権があるからいくら国債を発行しても国債は破綻しない。ここまでやりました。で、6番として、そうこの話題忘れてたんです、すみません。最初から6番にすればよかったんですけども、6番目としてですね、インフレ率が 2% になったら国債発行、通貨発行ですね、国債発行してこれ日銀が全部それを、全部かどうかともなく日銀がそれを買い入れるっていう前提ですから、国債発行、通貨発行を止めたらいいから、それまでは国債発行しても破綻しないって、これね、こういう人がいるわけですよ。特に某大学の物理学者の教授とかね、いるわけですよ。で、これについてちょっとね、論じたいと思います。で、その前提として、はい、こちらね、毎回出てくるこの図、はい、復習してください。何せですね、何が破綻するかって、これね、常に間違えてはいけません。我々が今話しているのは、基本的には国法人、国法人が国債を発行して国法人が破綻するって話をしてるんですけれども、でも同時に今までの話でお分かりのように、国法人とは別に国民というものがあって、それを統合した国家というものがあるんですけれども、場合によってはその国法人を何とかかんとか救うために、でも国民生活にすごいしわ寄せがいって国民生活が破綻するって、そういうこともあるので、破綻ってのはちょっと幅広い概念なんですよね。で、そこをちゃんと何について論じるかって常に自分の頭の中で考えながら聞いていただければと思います。はい、では、はい、こちらね、本題、インフレ率が 2% になったら国債発行を止めたらいいから、それまでは国債発行しても破綻しないは本当か、いきたいと思います。で、これね、そういう人いるわけですよ。要はその国債発行してったら、国債発行したまま日銀が全部引き受けて、その分通貨発行すると。で、そうした場合にはとにかく引き受けてくれるんだからいいじゃないかと。ね、インフレ率、そうしたらさすがにインフレになることは認めると、インフレ率が 2% になったら止めりゃいいんだっていう人がいるんですけれども、もう、ね、まずもって今ね、今国債の新規発行ってなんと43兆円、超すごい、ね、すごい額を新規発行してるわけですよ。だから、国債発行を止めることによって、インフレを止めたい、新たな通貨発行を止めることによってインフレを止めたいっていうんでしたら、昨日までインフレ率が 1.9% だったら、今日から 2% になったら、その瞬間になんと43兆円の国債分について予算を削減するか、43兆円の国債分について増税をするか、ね、もしくはさすがに急ってのは無理だから、徐々に国債発行を減らしていくってことをするのか、どれかはしなきゃいけないでしょっていうことになるわけなんです。で、じゃあ、はい、ね、最初の一番、インフレ率が 2% になったら予算を43兆円削減するっていうね、現実的ですかって話をしたいんですけれど、それは現在の予算で100兆円なわけですよ。100兆円、43兆円です。 40% なわけですよ。いや、さ、 40% 削減したら、それはもうね、小中学校の先生の給料から、警察官の給料から、もしくはね、その手の人が好きな自衛官の給料からね、いや、何から何までこう、あとはその社会保障、これ国庫負担ありますから、社会保障って保険料だけで賄われてるわけじゃないんで、医療であるとか介護であるって社会保障に至るまでありとあらゆる支払いに支障をきたすっていうことが起こりうるわけですよね。だから、それはそんなこと本当にできるんですかっていうことになりますし、仮にやったらやったで、それはもう国民生活が、それは今度はその国法人の方じゃないですけれども、国民生活が大混乱じゃないですかっていうことになります。で、100歩譲ってそういう、公務員の給与とか社会保障とかっていう義務的経費は全部ちゃんと払った上で、公共予算みたいな投資的経費だけを削減するんだといったところで、でもそれはね、建設会社にしてみれば、それは去年と同じ予算が今年もつくんだろうと思って人を雇い、重機を買って用意してるわけですよ。それ突然止まったら、それは失業の嵐というか倒産の嵐というか、それは大混乱ですよっていうことになりましてね。
まあ、ちょっと現実的ですかねと思われるわけです。しかし当然それは日本は民主主義国家ですから議会が承認しないとその予算通りません。でそんな予算通るかっていう話になるわけです。で仮にじゃあ全部できるとかこれらうまくできるとしたらじゃあ今やればいいじゃんって思いません？この43兆円分国債をうまく削減できるならね、いや今それはいいわけですよ。結局今できないわけでしょ。今できないことをなんでインフレ率が 2% になった時できるんですかっていう話になって、でしかもインフレ率 2% になったらそれはそれなりに国民困ってるわけですから、今よりもより困った状態においてより大変なことをするみたいな話なので、それは大丈夫、無理じゃないですかと私は思います普通に。で次ね、はい、インフレ率 2% になったら43兆円で増税するは現実的か。でこれもね、これもまあ、現在消費税の歳入って20兆円で所得税が19兆円で法人税が9兆円なわけなんですよ。でつまり43兆円の増税をするということは、昨日までインフレ率 1.9% だったんですけれども、これがインフレ率が 2% になった途端にですね、なんと 20% の消費税をいきなり導入するっていうことと、まあ、もしくは消費税 20%、まあ、増税するって言いますかね、ことと一緒なわけですよ。それはもう、まあ、できるのかっていう問題と同時に、それはできるとして、まあ、された方はそれは国民生活は大打撃なわけですよ。大打撃でしょ。それはいきなり消費は減退するし、でそうなったらそれはもう大不況に突入しちゃうわけなんですよね。でそれでいいんですかねっていうのがあります。で、まあ、そもそもまあこれも同じ話で、やっぱ日本民主主義国家ですから、そんな大増税を議会が承認するのか、まあ、仮にねそういう、 もうトリガー条項みたいに 2.0% になったら自動的に増税するっていうことを法律を作っておいたとしたって、それをひっくり返すことが議会できるわけですよね。またそれをひっくり返す法律を作ることができるわけですから、そんな大増税って議会の承認を得て実現できるのかっていう問題もあるわけですよ。でさらにさっきと同じ話で、こんな大増税をね、インフレ率 2% になった途端にできるんだったら今だってできるはずですよねっていうことになるわけです。で今やってそのなんか支障なくいろんなことをできるならね、支障なくしたらいいじゃないですかって話ですから、結局これ今できないことがなんでインフレ率 2% の時にできるんですかって話になって、まあ、本当に単なる問題の先送りですよねっていうことだと思います。でさらに、まあ、ちょっとね話長くなった恐縮ですが、はい、インフレ率が 2% になったら徐々に国債発行を減らすは現実的かって話で、まあ、徐々に国債発行を減らすってことはですね、それはその間ずっと新規国債を発行して、それを日銀が引き受けて新しい円が市場に流通し続けるってこと、市場に供給され続けるってことですから、それはずっとインフレ続くってことですよ。だからそれはもう 2% のインフレがひたすらもっと続いていくわけですから、いや全然 2% のインフレ止まりませんよってことですし、まあ、そもそも徐々に国債発行を減らせるなら今減らした、問題なくね、支障なく減らせるなら今減らしたらいいじゃないですかってことで、なんでその 2% インフレになるまでそれを放置するんですかっていうことになっちゃうので、これはもう単なる問題の先送りですよねってことになろうかと思います。そして、はい、そもそもインフレ率が 2% になったら国債を止めるによってインフレが止まるのか、ね、止まるのかっていう大問題があるわけなんですよ。で例えば市場名高いバブルですけれども、バブルって1986年から1991年までの間を大体言うんですが、1990年のピーク時には東京23区の商業地の工事価格坪2700万円。すごいですね。これは1983年の7倍以上になってます。7倍以上ですよ。でただしこの間のマネーサプライは、まあ、2倍程度にしか増えてないんです。マネーが7倍になったから金かかりが7倍になったんじゃないです。マネー2倍なのに価格は7倍になってます。でこれはね、一旦値上げが始まると買う側はともかく早く買わないと値上げするぞと思ってそれは買い急ぐわけです。でより深刻なのは売る側で、売る側だって待ってればもっと値上がりする、もっともっと値上がりすると思うから売り渋るわけですよね。それだって売る方は持ってたっていいわけだから、ね、そうすると一回なんていうか需給のバランスが崩れると需要の方が多くなってしまったりするとね、値上がりするってことになってしまうと、その期待によってもっと実態以上に値上がりするんです。で実態以上に値上がりするとその値上がりがさらに値上がり期待を呼んでもっと買い急ぎと売りしぶりを招くんですよ。なので一旦値上がりが始まると物って
値上がりは加速しちゃうんです。実態以上に加速しちゃう、まあ、それがもう典型的にバブルだったわけなんです。でこれを円の側、通貨の側から見ると、一旦円の信用が失われると円が投げ売りになっちゃうんですよね。でそうすると今度は受け取る側は、受け取りしぶりっていうんですかね、まあ、買いしぶりっていうんですか、円をもらいたがらないことになるわけです。でそれがさらなる円の信用の低下を招いて、悪循環が起こっちゃうわけです。で円 の信用低下が加速しちゃうってことを起こるので、要するに値上がりっていうのを一旦起こったらそれを止めるのは容易じゃないし、円の信用の低下もそれ一旦起こったらそれそう簡単に止まんないんです。だからもう起こった時点で国債発行を止めれば止まるとかっていうのは、そもそもそれがおかしくないですかっていう話になります。はい、まとめ、インフレ率が 2% になった時にインフレを抑えるために43兆円の国債発行を止め、その分予算を削減する。43兆円の国債発行を止め、その分増税する。もしくは43兆円一遍じゃなく徐々に国債を発行を減らすっていうのは、いずれもまあおよそ現実的でないし、問題先送りに過ぎませんね。そもそも大量の国債発行と日銀の国債購入によって通貨を大量に市場に供給、まあ、ばらまくね、供給した結果 2% のインフレとなった場合には、もう円の信用低下が起こってますから、でまた物価の上昇が起こり出してますから、もう物の買い急ぎ、売りしぶり、また円の投げ売り、円の買いしぶりというか受け取りしぶりですね、が生じて悪循環が起こるので、まあそこからどんな手段を取ってももはやその時点でインフレを抑えることは困難になってます。なのでインフレ率が 2% になって問題が顕在化してから対処するのは、いずれその現実的でも効果的ではありません。問題の先送りに過ぎませんね。だから 2% になったらやつやるから大丈夫とかっていうのは、まあ基本ナンセンスです。はい、で結論、いつもの同じ、いつもの結論です。 MMT 系の方の主張の多くは部分的な事実からそれに伴う他の影響やリスクを無視して誤った結論を導いているもので、主張全体では事実ではありません。世の中にただ飯はありません。 There ain't no such thing as a free lunch。 当たり前です。でただしね、そうさっき言いましたけど、不況期、特に現在のような特異な不況期においては国債の発行による財政赤字は許容されるし有用ですが、当然のことながら国債の発行にも財政赤字にも限度があり、適切に制御する必要があります。でそれね、もしかしたらそれはインフレ率が一定のところまで許容するということもあるかもしれないけど、なんていうか、そこでやればいいから大丈夫とかって保証は全然ないんですよ。やっぱりそこは常に注意して、もし何か起こった時にちゃんと制御できる範囲に国債発行を抑えておくっていう努力が必要なんですね。もうなんかそこまで大丈夫みたいな無茶苦茶なことをあまり根性なんか言わないでくださいって心から思っております。で以上で私の国債は国の借金化問題はプラス第1問して第6問までやって終わりました。今後また別のさまざまな国政の話題についていろいろ論じていきたいと思いますので、ヨネちゃんへのご視聴、チャンネルのご登録どうぞよろしくお願いいたします。どうも大変ご清聴ありがとうございました。